さあ皆様大変お待たせいたしました。さあ一応続く皆さん速報なんですけど、画面に全く映っていないのにエンドレスでのぞみさんはおかげです。この放送画面に映ってなくてもエンドレスでのぞみさんはね、フィグネットを追撃してくださいますね。非常に素晴らしいこの、熱き熱狂ぶり。さあそしてこちらクロールから入りましてね、クロールさん、のぞみさん、ここなぜかここにいるのぞみさんと交代ですけど、エルプーがソウルになったことにより要するにのぞみさんはソウルができなくなってしまって、これはお怒りだったというところでございますが、スプラは分からん。皆さんスプラはどうでもいいや。今エルプー君がソウルなんですね。エルプー君がソウルをスティーブ、皆さんいや俺こういうのもなんですけど、結構固定線じゃなくても貼ってるんですね。いやこのバラエティー線でも貼ってくれるんですね。バラエティー線でも結構貼ってくれるんですね。なんか固定バリのベッドですよ。バリバリ固定バリ。ちょっとリッキーはねまだ分かってないんで、固定線、まあそこはゴールデンタイム固定線でというところでね、リクエストもありますので、次は固定で出たい集合してください、固定で出た方集合してください。お願いします。ダントツですね。いやメイン戦というか、いやメイン戦というか、やっぱあれでしょ、久々にワンオンワンやるでしょ、久々にワンオンワン。いやこのね、いや固定とかどうなんですか、メンバー選び、メンバー選びやってる最中に1戦か2戦できますよ。いやこれはちょっと強いなおい、誰いるから早くしろよって、レオードが抜擢した赤丸さん強かったんですね。最後そしてダイス勝ったクロルさん強かったんですね。エルプーさん別に少女になっても勝ちますね。さあ雪のしずく頑張れ、雪のしずく、雪のしずく722の78。さあ皆さんこれね、エルプーが僧侶ということですが、大丈夫ですね。ぶっちゃけ俺エルプー先生僧侶だったら反ねえけど、僧侶うまいけどやっぱり魔法ほどの絶対的な信頼ないよな。やっぱりこの前も僧侶はちょっときついやってちょっと言ったんで、それでも勝ちますねこれ。さあ637対163。しかしですよ皆さん、アラさんの方がお次、さあ今度は5000円出してくださいって来てますけど、705対95。いやこれ圧倒的ですね。これは雪のしずく軍の A さんね、一緒に本当ファイナルファンタジー2を見ますね。この曲を聴きながらするとまるで上からユキナさんが振りを握る、ヨッシーさんが、ああこれがマリア、違うな、ヨッシーさんがガイ、ビリーさんがマリア、雪のしずくさんがレオンハルトね。これファイナルファンタジー2のオープニングで黒騎士4人にボコられてるみたいな、そんな感じになってますけど、あの黒騎士がめちゃくちゃ強い、あの黒騎士がめちゃくちゃ強いのがね、冒険を進めてくれてね、あの黒騎士倒した時に非常に感動がありますけど、さあ705対95からでございました。
いやでも逆に初めての人がエルクール戦った方がいいんじゃないですか。今のストークルジ今いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。一応いきなりいきなり黒口がやっていいんじゃないですか。いいよ。あのアンパンさん、ログデナシさん、リアさん、失礼します。リアさん他買っていただいた27名の方は、うわ27名の方は失礼いたしました。バラエティー戦ですか。バラエティー、ただね、皆さんのおかげでバラエティー戦が面白い。このバラエティー戦がね、いろんなバラエティー戦をこう考えたら楽しい。ララ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 ラで、アラさんとどっちがいいんじゃ。アラさん VS しゃ。いや、雪のしずく勝ったら面白かったな。やっぱ強えやつだ、強えな。さあ、アラさんからの一番人気、アラさん来た。一番人気のアラさん勝ちましたね。皆さん、一番人気のアラさん勝ちました。さすが、さすがアラさん、渋いっすね。さあ、皆様、これはフィグゴロ一軍ルーム対決でもあります。エルプー VS のパシフィスタ。あさあ、なかなか実現しないし、ここでね、フィグゴロルーム一軍が入ってきますね。めっじゃ手汗かいてんだけど、そうであるとマジで。まあフィギュア1軍は本当20名のはずが1箇所に墓が立ってるね。1箇所